さあ、金子頑張れよ。まあ、安定の金子ですから。職人。何からですか？え、坂山高校ですか？え、大阪来たんですか？すごい。仙台というところから誘われたんだけど、断って坂山高校。すごい。市別ですか？でも今の境って昔みたいな雰囲気ないもんね。なんか結構すごい明るい感じだよね。高生みたいな感じ。ザ・高校生みたいな感じ。本当に嬉しい。サバラスか。そうなんですか？やっぱりその大学はない。大学生でやっぱ伸ばしたいって思う。ああ、やりすぎずに。だから大学で活躍する人多いよね、今。多くなったよね。昔は活躍しなかったけどね。そうなんですか？昔はしない。高校でピーク。今はそういう結構見るから、その印象はありましたね。どこにでも、橋本さん。いいペースだ。67、68珍しいな、でもあんな後ろから行くの。つかんなかったとかないよね。そうなんだろうね。寛大のこと強いんじゃない？なんて言ってる？でもこれ早いね、前が。1分40ぐらい。寛大の、あ、大高って子？強い子ですか、寛大。寛大、亀田って子が強いんじゃない？そう、亀田。大高って子あの子じゃない？ツイッターの子ですか？全部7年生。あのね、やりたいってこと。そう、やりたいけど就職するのに決まってないだろうな。すげえ。寛大ってあのユニフォームなの？寛大、先頭寛大なの？いや、違いますね。違うよね。寛大白だよ。あ、先頭あれどこのユニフォーム？帝京？先頭なんかそういうことなの？帝京だよ。そういうことなの？金森くん調子がいいね。2分早いだこれ。2分41。帝京いないよ。金子くんで2分45ぐらい。帝京いない。45秒9。これだんだん前が落ち着く。そうかじゃない。そうかっすかこれ。帝京いない。昔帝京ああいう感じ。帝京のイメージがなんかあったんですけど。そうかね。間違いなくてもこれ金子余裕あるな。余裕あるっしょ、うん、どっかで言われて前に来てるこの4キャン25かな。6でしょ、さっきの25秒ぐらい。最近後ろの走り方をなんか極めてきたのかな。マラソンランナーだからね。なんかすごいその余裕を感じるっていうか。ただまあ多分この65歳に行くと確かに前に出れないと思うけどね。多分やんなくていいんだ。前でガシャガチャしてさ。この団子になってるところが一列になった時にうまく上がってこれればね。67秒4ぐらいですね。多分だんだんみんなが前を追い出すから。そんな長くなってきた。中村大輔探しました。ベストは出るかな。
バレんともな。これ2013、14ぐらい。13分54。54。これ4000。あ、5000か。出るよね。金子君ラスト切れる？ラストは60ぐらいでは、61、2ぐらい来るかな。あの58とかのタイプじゃないよ。まあまあそうだよ。全日本この間も2分44ぐらい。ああラスト？ラスト1000。ああ強いね。で組2番。でも日本人7番だったんだよね。うん、強いよね。結構蒸し暑かったね。うん、35かかるから3825ぐらいか。うわ、なんかまた集団がすごいな。ギュッてギュッてきてる。すげえ詰まっちゃうな、足がな。溶けるな、これ絶対転倒ありそう。うん、ちょっと危ないね。詰まってそう。うん、ちょっとグッと押してる。誰一人集団から離れてる。レベル高いね。レベル高いっすよ。もう遅いから出たな。金子もだんだん上げてってる。7分16、17、18、7分18ぐらいはやっぱそうだね。まだ13分台出るか出ないかぐらいのペースでいってラストがどんだけ上がるかだね。13分台たくさん出るな、この組は。多分出るだろうね。だってもう最終回の前に1個もあるもん。しかもコンディションも抜群いいのか。風ないね。曇りさんもすごいな、今日。はい、68秒5。ちょっと落ちてるな。いやでもまあスーッと来ますね。スーッと自然と真ん中に行っちゃいましたね。ラストどれだけ切れるのか。多分集団みんな楽なんでしょう。切れ切れの勝負だ。ラスト切れるのはどうなのか。2分52。8分27。おお、いいタイムだ。もういいね。あとラストだね。ここからこの辺がね、陣之助とか8分10とかでいくじゃん。この辺はちょっと違うよね。まあそうだよね。まあでも長いのは金子の方が強いよ。国民は絶対どうぞ強い。こぼれ出しました。こう、川田君が上がってきた。コウモリ誰が離れてるの？コウモリ離れた。27番。あのババスか。金子くんいいっすね。金子くん普通に上がってるね。どんどん上がってる、ね、すごいね。スルスルなんかインコースでちゃんと66、7ぐらい、うん、お自分のペースでいってる。ちょっと最初のバストリアにもうちょっと後ろすぎたけどね。でもやっぱ強いな。まだここまで集団動かなかったから多分、あんまり力を使ってなさそうですね。うん、
あんだけ横に膨れてるからね。ここでそうですね。そこには。もう金子だね、だいぶ上がってるね。氷がこぼれそうだね。やばいですね。最後の上がりだね。あーどこまで。これもう4センチの重機か。あの結構みたいな。20ぐらい。僕40だから別に3センチ。大崎くん強いな。19だと結構きついね。でもね、これ小林だったら確実に13分だよ。37だから13分だよ。でもいきなり覚醒した。やばくないですか。すげえの出んじゃん。そうだ、気候もいいなのね。余裕あるの。でもね、ラスト切れないんだよね。あ、切れないですか。あ、でもなんか先頭出んじゃないですか。ロングスパートしたほうがいいですよ。あ、でも金子くん、金子も上がってきた。上がってきましたね。余裕なんだな。本間くんついに覚醒した。63しぐらいだ。ちょっと思ったけど。